はい、こんにちゃんです。はい、ともちゃんです。はい、本日は何をするんでしょうか。はい、お待ちかねのダチョウじゃなくてエミューの卵の中がどうなってるかな、中で動いてるかなっていうのを確認しようと思います。有精卵なのか無精卵なのかが分かる感じかな。うん、聞いた方法なので今日初めてやるんですけど、はい、とりあえず見に行こうと思います。はい、分かるかどうか分かんないですけどね。エミューね、生まれるといいね。本当に。さて、このでっかいフカキ、チャンスは5個。はい、さて、回転してるような気がするんですよ。うんうん、これかな、傾いてるから自動で。わからない。どう、鼓動を感じる？わからないですね。ただめっちゃあったかい。ああ、それは中にいるっていうね、サインだったらいいんですけど。じゃあ次。はい、星が呼んでる。いや、なんともわかんないですね。成果売り場が呼んでる。なんか感じるような気もするし、感じないような気もするし、わからない。たまになんか向きが変わってるんですよね。でも置いた時と違う。でも置いた時はさ、なんかさ、付箋全部上に向けてたよね。そう。それがこの傾きで自然に変わったのか、固まった卵が動いて、ぐるぐるしてるのか、とりあえず鳴き声とかは聞こえないです。なんか中でゴトゴト動いてるっていうのもちょっと感じ取れないかな。はい、どうやってやってんだろうね。ねえ。今日で、今日何日でしたっけ？今日12。12。30、ちょうど34とか5日目ぐらいなんですけど、3月3日に入れたよね。そうだね。そう。うん。わかんない。自分のこの拍動なのか、中からのやつなのかわかんないですね。確かし。うん。ちょっとやってみます。うん。ポイントも。向き変わってんだよね。はい。はい。持ちましょうか。はい。はい。でもなんか微妙にあったかい。そう、すごくあったかい。音がすんの？しないですね。耳塞ぐと自分の血の流れの音しか聞こえない。ね。変化はなさそう。ね、わかんないんですね。結局わからなかった。この暖かさはあれだもん。この中の。そこも、なんかダチョウの卵って、は、なんか中にいるとより暖かく感じるような気はするんですけどね。わからない。ちょっともう出てくるのを待つしかないかな。よいしょ。なんか資料映像とかないかね。動きました。あ、確かに。よし、動くっていうのはどう動くんだろうね。そのランザンの触れ合いの触れ合いさんは、そう、もうちょっと詳しくヒアリングしとけばよかった。でも35日ぐらいでお話だと、中でゴトゴト動くというお話だったので、今やってみたけれども、ちょっとわからなかったです。もしかしたら全部いないのかもしれない。あー、そっか。まあ、今月の末になっても出てこなかったら残念ながらということで開けてみますけども。はい。はい。あと、5日ぐらいしたら、深きに移動して、はい、
まあ、そこで10日間ぐらい様子見で、はい、はい、という感じですかね。はい、うん、以上です。はい、残念。